1977年の北見江差駅と周囲約1トル範囲。上が浜頓別方面。単式ホーム一面一線。駅舎横に貨物ホームと引き込み線。駅裏に2本の副本線を有する。かつては小さな機関区を持っていて、転車台の跡が残っている。南側を無方面へ、未成線区間が伸びていて、高架部分が見える。 駅裏は広いストックヤードになっていて、木工所があり、校内南端の引上げ線が未成線区間の立橋手前まで伸ばされて、木工所ドアの貨物積み下ろし線として使用されている。この未成線区間の立橋には、かつての植民軌道餌サ支線が S 字カーブを描いて、通し街道路へ乗り込んでいた軌道跡が小道に転用されて接する。軌道は、 写真宇宙王の交差点手前へ伸びていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成北見江差市駅は、北海道江差市郡江差市町和田坂江町にあった、日本国有鉄道高品北線の駅である。電報略号は差高品北線の廃線に伴い1985年7月1日に廃駅となった。 当駅から南に向かい、高浜南線の終端駅である、大無駅との間50キロ強が鉄道で結ばれる計画があり、路盤や施設などは一部が建設されていたが、同区間は未成線のまま開通することなく、高浜北線、南線も廃止された。また、当駅は、宗谷本線美深駅を起点とする、三幸線の終点ともなる予定であったが、 同線は日本一の赤字線となるほど経営環境が悪く、やはりロバニア、施設などの一部が建設されていたニュープ駅から、先の未成区間も建設工事が凍結された上で廃止された。町名より、ーンのエサシ線エサシ駅との区別のため、旧国名、北見を冠している。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅で、高品北線の終端駅であった。 ホームは線路の東側に存在した。また貨物用などの側線を2000有し、その他駅舎側本線の延長上から浜頓別方の駅舎側に分岐し、駅舎南側のホーム切りかき機部分の貨物ホームへの貨物側線を1線有していた。職員配置駅となっており、駅舎は校内の東側に位置し、ホーム中央部分に接していた。 開業から5年目に改築された白壁の駅舎であった。なお、1981年6月時点では、駅舎正面中央あたりに、高品北線終着駅北見江差駅の看板が立っていた。構内には、高品線、三幸線未成区間の路盤が完成しており、レールの付設が行われれば、すぐにでも列車が走行可能な状態であった。 宗谷市町内では2番目に大きい町、西条百貨店などがある。駅跡がバスターミナルとなっている。2000年時点で駅舎跡地は交通公園として整備されており、北見江差市駅跡の記念碑が混流されている。その向かいに立つバスターミナルも駅跡である。駅名表、行き先表、乗車券、備品など、公品北線の資料が、 バスターミナル2階に開設された交通記念館に展示されていたが、バスターミナルの1階に移された後、2012年の時点では、バスターミナルからオホーツクミュージアムエサシに移され、その一部のみ常設展示されている。資料の多くは収蔵庫に保管され通常は公開されていないが、収蔵庫公開の折に見ることができる。以前は同施設の2階に置かれていただけであったが、 現在は整理された形での展示となっている。また、交通公園の周囲は、駅前の雰囲気が残り、駅前食堂という名の食堂や駅前旅館も、残っていた。この食堂は2010年時点でも営業中である。線路跡は、ちょうど、高品線2に転用されており、末端部分は、国道の古線強化まで続いている。歌登り町営軌道の前身である。 植民軌道江差支線が東駅付近の江差支駅まで開通していた。1930年9月開業。1951年廃止。ありがとうございます。